い番号を引きたいな。ありがとうございます。ナムやナムだ、ありがとうございます。取れる番号を引いてしまった。引いてる。でもどうすんのこれ。近場でね、なんか探しましょう。近場で探します。よし行きましょう。おはようございます、よろしくお願いいたします。やっと打てます、かぐや様。ガード取らせていただきます。楽しみ。ちょっと前まで空いてました。空いて、フォア埋まっちゃったか。そっか、なんか探してくる。はい、いってらっしゃい。まあ、棒振りどうかな、好きだし。茶まてんでもよかったけど、信頼なんで。悩んでんの？茶まてんのがいいかなって。でも一回も触ってないから何も知らないんで。安心して、私もかぐや様何にも知らないから。やっぱね、花に行ったよみんな。ああ、そっか。そう、だからかぐや様も多分50番ぐらいまでは全然空いてた。え、全然空いてた。行けるのではって思ってたんだけど。なんで76番引いたんだ。惜しかったね。まあいいや、棒振りで。そうね、うん、さあ始まりました、サバジョでございます。おはようございます。おはようございます。サバ、あれ、なんかまた変わってる。はい、今回はたまごっち出るということで。はい、私たまごっちを指にくっつけております。かわいい。かわいいでしょ。なぜ急にたまごっちって感じだけど、去年ぐらいからね、うん、私の中でまた再熱してて、あ、ブーム来てる。そうです、今もうたまごっち2個を抱えてるんですね。めっちゃたまごっちいるじゃん、はい、え、もうちょっと卵だ、まだ。そう、卵状態なの。もうね、あのストラップも大変なことになってまして。重くないの？はい。いつだかのギャルみたいになってます。いや、本当にね。え、そんな本日ですが、え、9月の11日、プレイロンドキャッスル、実は西の台店にお邪魔しております。はい。私、信頼のかぐや様、やっと取れまして。うらやましい。さんが、棒振り。あ、そうだ、棒振りですね。だいぶスペックの差が…あるので。でも聞いてよ、はい、こないだ行ったお店、棒振り1万8000枚入れてました。え、棒振りで出るんです。でもね、私もこの前夕方までの実践で隣の台が8000枚出てるのを見たのよ。出るんだなと思って。出るんですよ。そう、じゃあ今日もお願いしていいですか。私が出せるかはさておき、出るんですよ。こっち入りそうなんで。こっち入る、赤瀬様だからね。そう、荒いからね。いや、でも怖い。置き時みたいな感じらしいんで。あ、そうなの。そう、あ、じゃあ大丈夫だ、うん、出せるわ。多分出せると思う、りのちゃんなら、うんうん、いけますね。いけます。今日は、はい、プラスの3814の方いける。はい、言いましょう。そうしましょう、うん、前回の分もまくる気持ちでやっていきたいと思います、はい、それでは早速実践スタートです。おさば、私はかぐや様をポクらせたい初打ちでございます、何にも知りませんね。で、毎回初打ちの時はこのスタイルなんですけど、いろんなことを思う方いらっしゃると思います。ご了承ください。あ、でもそれはないだろうって思う方はね、全然コメントしていただいて構いませんので、今日1日かけていろいろ知れたらいいなと思っております。たまにはまったりね、まったりさせてくれりゃいいんだけどな。オフリーキリントロフィー出て普通に3万負けたからな。つい最近5だと思うんですけど。安定してるようで荒いってことですよね。そうなんですよ。で、なんかよく聞くのは、うん、チャンスゾーンがとにかく大事。そう、結局チャンスゾーンはやれなかったらもうちゃんと負けてくっていう、うんうん、恋愛は戦。うわ、なんか急に絵の立ち変わりましたけど、恋愛図の戦ステージ、はい、かぐや様、ギャグ漫画みたいな感じですか。あ、そうなんだ。そうそうそう、私も2巻ぐらいしか読んでないんで、そんな詳しくないどうじゃん。お、なんか引きましたね。あ、こぼしてますね、さては。こぼしてないのか。どこを狙うかも分かっていない。私を誘いますか。私と会長のチャンスアップなさそうですよね。
まあ、ですよね。鳥取鳥之助。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ポイントそのままなんですね。この朝日で番って変わってくのもなんかあるのかな。ちょっと一周は本当に何も調べずにうるさい。まあ、誰にでも初めてはありますからね。はい。どこを狙うかぐらいは見とくか。さすがにね。打ち方ぐらいね。ね。見ときましょうか。他の情報を入れないように。私が気をつけないと。通常時の打ち方。あ、調べてくれるんですね。取りこぼす子役は存在しないため、インダリリーフを第一停止として全リーグ適当打ちで大丈夫です。助かります。通常時、AT 中ともに押し順ナビが発生していない際の変則打ちは NG と。はい。なんか、ハーフズバラみたいなのあります？ある。か、うん、上段か、右上がり。うん。で、普通のチャンス目。あ、これチャンス目なんだね。で、右下がりに止まったら強チャンス目。ほう。だそうです。ありがとうございます。まあ、多分強チャンス目が一番強そうな子役っぽいですね。なんか紫のやつがどうしたらのやつはない？時計ですかね。時計かな。時計は、リプレイ、はあ、でダブル時計っていうのがあるんですけど、うん、それがリプレイは15枚の払い出しがあるみたいです。ほう。当たらんな。そのチャンス目行くと左側にポイントが溜まってくるんですよ。はいはい。今ねそれが9なんで全長2回いってる。チャンス目カウンターってやつですね。モードが関係あるみたいです。ああ、なるほど。どこで全長いったかでモード判別できるんですね。9ポイント、モード D であれば9ポイント以内でのチャンスゾーン当選が濃厚だそうです。現在10ポイントです。60%だった。あれ、いっぱい赤挟んでるのに。もうちょっと厚めの演出ください。おかわいいこと。あ、いいんじゃない。おかわいいことはこれいいですよ。最低赤ってこと。おかわいいことのまま。うん、なんか珍しい日本語ですね。これは期待できるのでは。花火の音は聞こえない。花火を見せてあげると意気込んでるんですね。意気込んでます。なるほど。あ、いいカットに入りました。そう、すんごい分かりやすいです。シャンシャンシャン言って、あのヒーロー戦隊なんとかレンジャーみたいな出方してます。281ゲーム、そして1万円ぴったりです。チャンスゾーン、はい。お、いい花火ですね。今年初の花火といっても過言だな、これは。さすがに過言でした。すいません。見ました、今年花火。あ、一応見ました。お、見は、はい、見ることはできました。見ることはできた、はい。さあ、行けましょう。ここから世界チャレンジ1回目です。再度 58% あります。はい、ベルまたはチャンス目でチャンス。チャンス目引くのが結構大事みたいです。なるほど、これは、うん、いいじゃない。ホールドがつくんですね。引けまして緑よ。これ揃うんじゃない。赤見えないね。ひどい。全然そんな、なんか第一リールで完結するタイプのやつなのかな。結構難しいな。ラスト継続することもあるのね。あ、2択失敗で終了。2択成功すれば一応続くらしいですよ。中ファースト助かるね。中右左、え、はい、中左右でした。終わっちゃいました。しょうがない、悲しい。次行ってみよう。私も何も起きてませんからね。大振り一回チャンスゾーンやっただけで怖いですね。本当に全然朝天井行きそうな
まあ、朝はいいけどね、短縮されてるから。お互い朝超えたら怖いですね。最高。なんかハマるなら朝限定で会ってほしい。では125ゲームです。2回目のチャンスゾーン、いけます。現在15,000円。まだまだ変わんないや。私も14,000使ってる。あら、今度こそ右だよ。センスないね君。中ってきたら右でしょ。義務教育で教わってるんですよ我々。中右左って。中右左よね、やっぱ。そうよね、うん、中左右はないな。信じられん。3連続中左右。嘘や。でノーチャンスで行くのやめよう。ベルは引けるでしょうよ。ああ怖い怖い。ラストゲームに白いな。意外と君が一番みたいなところないね。あ、押せなくて吸引いただきました。やっぱオキスロですね。オキスロだ。この状態で右狙わせるは新しすぎません。止めてんのに気持ちいい。おめでとう。ありがとうございます。よかった、吸引って言って。吸引プラスジェットタオルでした。これすごかった。では15,000円で、でピーク行けばいいんですよね。そう、ちょっとレギュラーだと話にならないらしい。かしこまりました。話しましょう。あ、ピークなんじゃないですか。いい音する、ね、ブレイクボーナス引けました。おめでとうございます。ありがとうございます。モードを選択してね。決戦バトル。あ、チャンス告知か一発告知か最終告知か。はい、こんなチャンスでしょう。マジ級でいけます。頑張れにゃん。まあ、ボーナスは純増9枚ですからね。最高よね、やっぱそこよね、うん、早いのなんのって。消化中は1ゲーム連の抽選がさせております。なるほど。当選すればビッグ以上確定と。あ、いいですね。で1ゲーム連の一部で上乗せ特化ゾーンへ突入するそうです。うん、そういう感じね。チャンスチャンスレボリューションだよ。これあるんじゃない。コクラセタイムだ。来るぞ、コクラセるぞ。あいよ、楽しい楽しい、よかった。よし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 、はい、ちょっと詰め、はい、どうぞ。コクってちょうだいな。運命の一撃外してる感覚になるんでちょっと嫌になってきました。2回目にしてダメな時さ、モノクロンなんだよ。わあ、すごい嫌だ。すごい嫌だよね。なんかトラウマが、なんかトラウマが、失敗体験が今走馬灯のようにうわー流れたから怖くなっちゃった急に。450でゲームすんところでチャンスゾーン入りまして、3人振り向いたよ。よしよし頑張れ。あるよ。うわ、80% だ。ありがとうございます。当たりました。私もおめでとうございます。投資15本、一緒やん。一緒だね。うい、レギュラーか。投資15本、レギュラー474ゲームで得点です。あ、こう設定しそうだ。サディちゃんね、いっぱい出るといいんですよ、こういうのが。いっぱい出るとよし、頼む。3度目のなんちゃら。うわー、何パーセントなんだろうな。終わってしまいました。あら、98枚。あら、悲しい。早いね。しかも1ゲーム後にチャンス目。なんでそういうことするの。1ゲーム期待度は、1ゲーム連期待度は約 45% です。ビッグボーナス 45% もあるんだ。あ、お、いい音する。
それはこれは何がどう、はい、抜け号のチャンス目、あ、ボーナスだ、おお、すごい、え、どういうこと、当選してたってこと、なんか抜け号なんかあんのかな、6ゲームビッグボーナスです、まあいっか、こういうのは、ね、知らない方がいい、知っちゃダメよ、そう、マジック引き戻しチャンス、引き戻しチャンスってのかな、ボーナス終了後は100ゲームを継続する引き戻しチャンスへ移行、なるほど、引き戻しチャンス中はボーナス期待度が高く、はい、成功時はビッグ以上濃厚と、やった、1ゲーム目のチャンス目がヒットしました、うまい、嬉しい、やっぱね、知らないからできたね、もう次からできない、引き戻し期待度が4連目までは 25% だそう、あ、結構ありますね、で、5連目以降は 50% になります、上がるの、上がるデスマスクみたいな上がることあるんだ上がるみたい、はいよ、こくらせて、やりました、こくれました、超高速回転、あら素敵、何今のドック待ち受けにしたい、うわすごい、あんた楽しいわね、うん、これおもろいぞ、パナちゃんついたみたいなもんですよね、これで、そう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 、よしよしよし、今脳内であの私バージョンアップが流れてるんちゃう恋する言ってます、言ってる言ってる494枚、もうこの時点ですでに早すぎるんですけど、もう500枚だもんね、早い、で次もボーナスなので、カッタ君帰ってくる、頼むよ、振り向いて、いや2人か、いやベルや、運営さん、なんともない、うんともすんとも、うん、まだ転落するには早いよ、もう一回、もう一回ぐらいいいんじゃないかな、あ、これか吸引、おう、こういう感じね、しかっとこう確率中、チカッと、チカちゃんチカッと、はいチカッと、3ゲームなんだね、このダンス踊る人出てきそうですね、シカちゃんダンス、おお、取れました、何で、これはねダメだ、面白い、うん、またいい音作ってきました、三京さんが、うん、いい音出してくるんだよな、どうすんのよこれ以上脳焼いて、もう焼く脳が残ってないんだよこっちは、考えなさい、とっくにとろけて、いやもうないないない、作るとこから始めないと、お味噌すごいじゃん、聞いたことない音した、しかも赤7、赤7をストックしたの、赤7って何、初めまして、ずっとここまで青7だったね、これスーパービッグでプチュンとかあったりとかするんじゃない、そしたら一番上出てきたりとかするんじゃないの、774枚、もうあの使った分返ってきました、はいや、はいや、私駆け抜けましたけどね、はいや、ある意味勘弁してほしい、いや本当にね、はい、
カナナベッド、アカナナビッグ、スーパービッグボーナスのはず、アカナナ、あ、スーパーでした、あ、やっぱり、はい、かわいい。スーパーは獲得枚数約490枚。そんなにもらえるの、うんうん、何このだよ。じゃあ、最終告知タイプやってみましょう。さあ、行こうか。すごいじゃん。ステップアップとかかな。ああ、こういう感じですね。お前の攻略はやりすぎる。やりすぎ。なんか攻撃し始めた。めっちゃ強そうですし、一番右ですよ。はい、右だったのに青だからってこと。わー、終わっちゃいました。1231枚、4連です。お、レインボー、素敵。撮ってたんですね。どういうことなんでしょうね。いつどこで。これで5連ってことだよね。そう、これで5連ってことは、終わっちゃっても引き戻し期待とか 50% に上がります。最高ですね。この4と5の差が倍ってことだもんね、うん、すごい大だ本当に。完成した。意味がわからない台だ本当に。怖いです。おお、怖い。大仏混乱中。大仏、大仏、よいしょ。シカちゃんだ、シカちゃん。いいよ、ここは怒るですね。はい。お、で、追撃みたいな、連撃みたいなのありましたね。ほい、面白い。最終告知タイプが一番好きかもしれない。ただ消化するだけじゃないんで。いい音。とどめの 一撃いったな、これも。さっきと一緒や。でも青だからダメってことなのかな。はい、残念。そんな激しい音しといて。そうなの。でももう1444枚出てます。すごい。すごい台だ。ここ白だ。さあ、引き戻し頑張りましょうか。ごめん。はい。うわー、おー、4個目。頑張れ、せめて発展しよう。はい、発展してくれました。頼むぞ。さっきはでも挟まずに当たりましたからね。急に265ゲームチャンスゾーン。そろそろ決める。おー、裏ボタン抵抗した。おめでとうございます。よかった、当たったよ。いいぞ、やってるよ。急に、おい、急に来たよ。急に来た、急に来た、急に9個まで行きました。こちらの人で、おー、
よし、投資22本結構いってるな。273ゲームレギュラーです。またレギュラー。いいよ、3人振り向いた。人ダメだな、人ダメだ。チェリーも否定なんで、おー嬉しい。あれ、あ、もう当たってるからね。あのこのあれ中はヒドラメフラッシュしないんで分かりにくい、ね、チャンスゾーン中は。よーい、揃えばビッグ以上なんだけどな。あ、でもビッグだ。よしよし、ダブルテンパイなんで枚数多い方のビッグボーナス助かります。おめでとうございます。ありがとうございます。ここから頑張ります。花火だ、さっき当たったやつ。熱いのでは。花火、花火、お、いいね。チャンスアップ入りました。大丈夫そうだ。2ゲーム連続チャンスアップ。かなり安いのかしら、かもしれない。163ゲーム決めちゃいやしょ。遅らせるぞ今回も。あいよー、かわいいな、このワンコロ。お、そんなのあるの。次のゲーム、気合を込める。気合を込めろ、せいや。え、気合込めたけど、あ、やりました。おお、気合込めた結果、気合通じた、通じたっぽいです。あんまりピントは来てなかったですけど、気合。よしよし、またまたビッグボーナスです。いい感じ。あ、え、プチンしましたけど。え、え、それは、え、すごい音する。スーパービッグボーナスに昇格。おお、エクストラですけど。エクストラ、はい、それあれじゃん、あの、え、あれだよ、あれ、80% ループのやつ。 え、引いたけど写真撮っていい。うん、写真撮っとこう、それは。え、やりました。すごい、すごいね。初期ゲーム数決定ゾーンでは50ゲームは100ゲームを 80% ループで上乗せ。何それ。ただもうリノちゃんもともと枚数持ってるから、多分枚数の限界があると思うんで、そこら辺ぐらいまでは乗るんじゃないですかね。頑張ります。頑張ってください。すごい、うわ、選ばれし者って言われた。すごいよ、選ばれし者だよ。そんな簡単に出てこないよ絶対。それそうだよね、だって一部でって書いてあった。うわ、すごい、リゼロみたい。あ、あ、超えて、はい、超えた超えた。100ゲームです。で、また続くの、ね、ここ続くの。そう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 、 80% ループだから。あ、なるほどね、これが 80% ループしていくの。そう。え、あれ、どうしました、終わっちゃった。100ゲームですけど、あれ、あれ、もうお腹いっぱいになっちゃう。え、このゲーム数が上がっていくのが 80% です。ただね、結構ね、みんな100ゲームで終わってる人が多い。そうなんだ、うん、だから、多分その枚数の問題とかもあるんじゃないかなって。 ありがとう、優しいね。そうそうそう、優しい、そう言ってもらえると。会心来た、会心来た、あるでかい、ありがとう。当たった、よかった。あ、いい音聞こえたぞ。エピソードボーナスがもらえます、これで。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、この中足は弱い。あ、弱くなかったです。やったー、ボーナスつながりまして、チャンスゾーンうまいこと言ってます。そろそろレギュラーアップ、そうで怖い。行っ
1対1らしいんで。あー、やっぱりお願い、ピックで。どうやりました、おーボールピック。詳細は公式サイト。